あら。鳴らしてますね。うん。後ろからだとあんまり聞こえませんもんね。で、多分、今回、また音のやつ、多分、ノイズキャンセル入れてあるんで、だいぶ聞こえにくくなってると思いますけど。あとに、一瀬。で、六番町の方に出てくるとですね。このまま着いたら宿見とかの方まで来ちゃうんですよ。まあね、ただ昼間走るときはね、結構路中が多いんでね、それだけね、気をつけた方がいいですかね。こっち側にして、パッと。結構路中がバババーって入っちゃったことが多いんで、今どうかな。以前、10年前とか本当すごかったね、路中。すごかったけど。今はちょっとマシになってんのかな、どうなんだろうね。こんな感じで市バスのねバス停もありますけど、結構停留場のあのランアウトランオフエリアもないんで、逆に言うと夜はすんなり来ますからね。1号線で行くよりも噂をすればこんな感じね。よいしょ。だからといってこっち側に陣取ってると、今度右折車両が現れた時に、死にます。実はここ右折レーンがないんですよ。だからね、すごくそこは駆け引きです。ここは2台の右折はいねえと踏んでこっちに行こう。気抜いとると覚えますもんね。しっかりとスピードがあって、あ、出た、満腹太郎が出た。懐かしいな。昔行ったな、ここ。昔も昔よ、満腹太郎めっちゃ昔に行ったわ。え、20年前とかかな、多分20年ぐらい前。まだあの今もワゴンワールド乗ってますけど、一番最初にワゴンワールドを乗って撮った頃くらいですね。ミッションのワゴンワールドに乗ってた時期があって、免許取ってからね、うん、最初の車でしたね。
さあ、ラーメンが見えてきた。昔はね、ここの曲がったとこにあった24時間営業の半田屋っていうね、神のような、食堂があったんでよく使ってましたけど、あ、そこに改革できてんじゃん。ああ、改革ね、改革も。悪くないわよって言いたいところだけど、正直、喉があれだからカラオケできないしな。豚骨の店で来てるし、ここのね、角はね、常に結構いろんな飲食店ができるんで、しかも結構競争力の高いお店がいろいろできるんで楽しいですよ。でもそっか、名古屋競馬が流れになったもんな。この横浜もともと名古屋競馬だったんですよね。まあまあでかい敷地ですからね。こうやってどうなるんですか。多分名古屋の方ではというではなくても、多分東海地方ニュースで出てたはずなんですけどね。ちょっと私覚えてなかったな。あれ、こんなところ入館でき、あれ、こんなところ前から入館やったっけ。あれ、ナフコがあったところか、違うよな。これは前からあるのか。さすがに入館がそんなポンポコさて変わるとは思えんし。ナフコはもっと先やったっけ。これでシュフーズのナフコチェーンがね、ナフコ何やったっけ、富士屋か、ナフコ富士屋かな。これも閉店か、ついてないか、24時間じゃないや。さあ、飲み物が切れました。そうだよね、トイレ近い理由絶対これなんだよな。今日起きてから、すでに 3.5 リットル飲んでますもんね。 3.5 リットルだけかな、もっと飲んでる。さあ、ちょっと寄せるよ。あ、これだな。はい、
ローソンぴったりか。うん。やたら駐車場が。さてなんか、え、こっちもいいの？みたい、いいみたい。さあ、名古屋まで帰ってきましたけど。まあ、特にここから、追加何か出るとも思えないんで、あとはちょっとカメラ止めて、ちょっとね、さすがに音楽でもかけながらじゃないと、しんどいんで、そんな感じでやっていこうと思います。はぁ、後半何も喋ってなかったから、ほぼほぼカットになってるとは思うけど、うん。まあ、そんな感じでね、ぼちぼち帰っていこうかなというぐらいですね。まあ、一応サブのなんかの雑談の枠みたいなところに何かしらで差し込んでると思いますんでね。っていうのは、今日は駐車場がよう通るの。今、真後ろ通ってたけど、どれぐらい、どれぐらい、最大出力でやってみますけど、どれぐらい消えてるんでしょうね。今、真後ろ通ってたけど、どれぐらい？よし。まあ、そんな感じで、ぼちぼち戻ってきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。